ニコニコ動画でご覧の皆さん、あくまでもこちらは配信サブになりますので、メインはマリスチッチ、マリスチッチを見てください。こちらの方は進行、試合がどんな風に進んでいても、勝手に枠を取っていきますので申し訳ないですがご了承ください。さあまず第1試合、1試合目1本取ったのはミソヒロセルバンテス。ものすごい猛攻でしたね。火力が凄まじいですね。一回コンボ入ると半分、はい半分みたいな。このエースラビー2発食らっただけで80点。さあ2ラウンド先制していくのはミソヒロ。さあ膝に合わせてツイスター、速打の上空板が入っていく。じゃんけん1AB。 エースラ B はガードしているものを角半取れず、ああくるくる回ったところに痛い速打が入った。インパクト使っていくものの遅らせ打撃が入って、ミソヒロセルバンテスがまず1勝。いやすさまじい勢いでしたね。恐ろしいですね。ただね、竜王戦これ WLBC でしたからね。そうですね。ここから今度水曜さんがステージ選択権を取るんですよね。そうですね。ここからステージでどう巻き返せるか、うん、そういったどこを選んでくるかも見ものですよね。そうですね。今現在勝敗がつくまでという形で皆さん、こちらの試合を、見ていただいてますが、こちらの試合すべて終了し次第、4配信同時に開始されます。マルチツイッチで見ていただけると、まあすべての試合がね、はい、見れますんで、ぜひ見ていただければな。さあだいぶステージセレクトに時間をかけた感じがしますが、どのステージを選んでくるのか。 2P 側水曜吉光、おーボールドステージ、これどうなんですかね。やっぱりこう壁を使いたいっていうのと、あとキーダーともあるところっていう、さすが壁ですね。あっと壁によってリングアウトまでには持っていけず、さあ試合を有利に進めているのは水曜吉光。膝は届いていない。エスラビー確定せず。さあまず2試合目、1ラウンド目を取ったのは水曜吉光。このステージの有利をうまく使っていけるか。タイミングをずらしていく。しかししっかり横にずれて、さあ使ったところに速打、あのちょっとした疲れでも速打が飛んでくるのは恐ろしいですね。恐ろしいですね。水曜さんもこの、ね、バックステを、ね、狙って 4K を出してるんだけど、そこをさらに下がっていくという、ね、そうですね。いやらしい感じで立ち回ってきますね。今ちょっとスカイプの方が重くなってて、あ大丈夫です。両線控室の録画見れてないんですよ、ね、うん、あ私の方も見れてる、大丈夫です。あ見れてます。で何かあったら、はい、教えてください。さあインパクトからのクリティカルエッジ、これは確定。ちょっと残ってる。後天に叩きつけ、
しっかり振り下ろしていきましたね。SRB バーが入って、あー2発目の判定が出る前に 4B プラ K で、あ、 4B ブレイブですね。 4B ブレイブで殺しきる。強い強い。そして勝ったのは